さんおはようございます、えー、ただいまから予算特別委員会第2文化会を開会をいたします、えー、本日は本委員会に付託されております、えー、議第252号平成30年度京都市一般会計補正予算を他6件のうち本分科会に関係する部分の審査を行います、えー、本日の審査の方法については今回の付託案に関係する各局の出席を順に求めて議案の説明を 聞いた後質疑を行っていただくことといたします局の審査の順番については保健福祉局子ども若者育み局都市計画局建設局及び教育委員会の順といたします本日の質疑時間については本日、えー、今日1日の各会派等の質疑の持ち時間をホワイトボートに記載しておりますこの範囲内で質疑を行っていただきます また、1人1回あたりの質疑の制限時間は、答弁を含めまして、おおめね30分といたします。なお、質疑の持ち時間が30分前の会派等については、その持ち時間を制限時間といたします。次に質疑の順番については、各局の議案の説明を聴取した後、質疑希望者の挙手を求めまして、大会派順で発言を認めていくことといたします。 具体的にはまず交渉会派が大会派順に質疑を行い次に共同党日本維新の会共同党の二人目の順で質疑を行い最後に無所属の順といたしますなお質疑は二議案から外れないようにお願いをいたします以上ご了承願いたいと思いますそれでは初めに保健室局の審査を行います理事者説明願います 安倍保健福祉部長お,おはようございます着席してありがとうございます,いいます <laughs> それでは平成31年2月補正予算案の保健福祉局関連分につきまして予算特別委員会資料平成31年2月次回補正予算説明資料に基づきましてご説明をさせていただきますまず一般会計でございます一点目一の災害被害への対応でございます 両学校一の被災者住宅再建等支援補助につきましては市内の住宅に自ら居住し大阪府北部を震源とする地震平成30年7月豪雨台風第21号等により前半壊または一部損壊等の被害が生じた世帯を対象として 本市独自に行う被災住宅の再建経費等の補助につきまして、当初予算、予備費、9月補正予算の追加提案、および11月補正予算で予算計上しておりますが、さらに不足する見込みの経費を補正するものでございます。なお、補正予算の一部につきましては、繰越し見得拒を設定し、併せまして平成31年度、当初予算におきましても1億円の予算を計上しております。 これにより平成30年度の災害にかかる経費につきましては基本的に対応できるものと考えております制度の概要及び予算計上件数は記載のとおりでございます2ページをお願いいたします 両学校に民間社会福祉施設災害復旧費補助につきましては大阪府北部を震源とする地震および台風第21号により被害を受けた民間社会福祉施設に対しまして国支出金を活用しその復旧費に係る補助を行うものでございます対象施設につきましては概要に記載のとおり障害者福祉施設5施設高齢者福祉施設が4施設でございます3ページをお願いいたします2の給付費等の増減補正でございます 両学校1、生活保護補助費の増額補正につきましては、生活保護補助費のうち、とりわけ医療扶助費に不足が見込まれるため、増額補正を行うものでございます。両学校2、障害者自立支援給付費の減額補正につきましては、介護給付費、訓練等給付費に不要が生じる見込みのため、減額補正を行うものでございいいまますすページをお願いいたしのの風疹対策の推進でございます。 現在の風疹発生状況等を踏まえ、風疹のまん延防止のため、抗体保有率の低い平成30年度時点で、39歳から56歳までの男性の方に対する予防接種、および抗体検査を実施するものでございます。 なお国の方針に基づきまして、この対象者の現在の抗体保有率約80%を、平成32年、2022年の7月までに5%、平成33年度末、2021年度末までに10%を上げることを目標といたします。 両学校ちの風疹予防接種の定期接種化につきましては予防接種法施行令が改正され平成31年2月1日から平成34年3月31日までの次元措置として抗体保有率の低い世代の男性の方に対する風疹予防接種が定期接種化されたため本市においても実施するものでございますなお実施が平成31年度になる可能性があるため繰り返し免許付を設定いたします 制度の概要及び対象者見込み者数は記載のとおりでございます5ページをお願いいたします両学校2の風疹抗体検査の充実につきましては風疹予防接種の定期接種化を実施するにあたりましてワクチンの効率的な活用等を目的に風疹抗体検査を前置し結果が陰性であったものに対して予防接種を行いますなお実施が平成31年度になる可能性があるため繰り越し免許費を設定いたします 制度の概要及び対象者見込み者数は記載のとおりでございます次に4の後期高齢者医療特別会計繰り出し金基盤安定分でございます保険料の法定軽減の対象となる低所得者数が増加したため増額補正を行うものでございます6ページをお願いいたします次に5の特別会計の補正でございます 両学校1位国民健康保険事業特別会計におきましては、被保険者数減少に伴う保険料収入の減少分を補填するため、京都府健康国民健康保険財政安定化基金からの貸付を受けたもので財源構成を行います。なお、本貸付につきましては無利子で貸付を受けた翌々年度から3年間かけて償還することとなります。 両学校2の介護保険事業特別会計におきましては平成29年度の介護給付負担金及び地域支援事業交付金に超過収入があり返還を行う必要があるため増額補正を行うものでございます。 両学校さん後期高齢者医療特別会計におきましては、非保険者数が増加し、後期高齢者医療広域連合に納付する保険料納付金に不足が生じたため、増額補正を行うものでございますえ、7ページをお願いいたします。え、最後6の繰越免許費補正でございますえ、資料に記載の11の事業で合計20億万円について繰越が必要となっており、繰越理由は右端に記載のとおりでございます。説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。はい、ありがとうございます。 それでは質疑のある方の挙手を求めますはい結構ですはい <laughs>、えー。ここで確認のため質疑通告者を申し上げます、えー、平山孝夫委員倉田委員代土委員 山口委員山本洋子委員井上委員森川委員申告漏れの方はございませんかはい、えー、それではあ平山拓委員どうぞおはようございますえー、私からは、えー、今日は被災者住宅再建等の支援制度についてと 風疹に関する追加的対策等について、あのこの2点、大きく分けて2点について、えー、質疑をさせていただけたらというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。まずはじめに、被災者住宅再建等の支援制度についてでございますが、まあ、今回の2月の補正予算では、まあ、予算の方が予算額15億8千万円をまあ計上されておられますけれども、まあ、この間、あの9月および、そして11月の補正予算でもまあ上乗せをして、 予算計上もされておられまして、まあ、前回も質疑等々もさせていただいたんですが、まあ、今回のその2月の補正予算でトータルの予算額はいくらになるのかまた申請件数の現状はどうなのかそのあたりを改めてお伺いしたいのとそしてその今回の補正予算でそういった申請件数等々全て対応ができるのかそのあたりについてお伺いしたいですががいかかですか安部部長 ご指摘のとおり、この制度につきまして、当初予算、予備費、9月補正予算、11月補正予算と対応させていただいておりまして、11月補正予算までで全体2億6100万円の予算を計上しておりますが、今回、15億8000万円ということでございますので、トータル18億4100万円でございますあの、さらに当初予算で1億円上積みをしておりますので、合計としましては19億4100万円の予算額になるという形でございます。 えと現在の申請の状況でございますけれども、えー、と平成31年1月末時点の状況でございますが、えー、と基礎支援金が4175件でございます、またあの加算支援金につきましては2041件ということでございます。そ、えー、そういい状況でございます、あのー、それとまあこの 件数等で予算額で対応できるかということでございますが1月末現在のです、ね、住宅被害で把握している件数が7632件でございますそれに対しまして先ほどの19億全体の10億4100万円で私どもは計算しておりますのが基礎支援金が6770件の対話できる。 数字、加算支援金につきましては5000件が対応できる数字ということでそれぞれの7632件に対しまして89%、74%という数字でございます。これはあの、まああのぜ あの7月にましたあの地震のときですね、大体実績固まっておりますので、そのときの,あの支給の率と申請の率あの、支給人の率とほぼ同,額同率でいくことでございますので、基本的にはこれで、基本的にすべての災害が対応できるのではないかというふうに考えているところでございます、まご委員あの今、そのようにおっしゃっていただいて、まあ、私も安心をしたところでございます。 いまあ未だにやはりあのこういった被災者の,その住宅再建等の支援制度についてご相談を私も多数、頂戴するわけでございますので今回の増額の,その補正予算というのは非常に心強いなというふうに思っているところでもございますし本当に本支援制度におけるその京都市の取り組みというのは被災者の方々の立場に立ってそして生活支援を行うというような視点で まさに他都市には見られない充実した内容であるというふうに私としても評価をしているわけであります、まあ、財政が厳しい中ではあるんですけれども、まあ、引き続き被災者の方々により添った取り組みを進めていただきたいというふうに思いますけれどもそのあたりについてはいかがですか安倍部長 あの、今年度はまあ様々なあの災害がまあ発生をしまして、多くのまあ被災住宅の方があの生じたということでございます。まあ、それに対応するために、また都市にはないまあ制度という形で、この被災者住宅再建支援制度というものをあの実施をさせていただいたということでございます。あのま、予算的にもかなり大きくなっております。けれどもまあ私どもとしましては、基本的には早期に安定した生活再建に。 しっかりやっていただいて日常生活を一日も早く取り戻していただくということが大事だろうということで創設した事業でもございますので引き続き、ですね先ほど基本的にはすべての災害の方の部分として対応できるだろうということでの予算額ということで申し上げましたが早期に申請に対して審査等をしてですねできるだけ早く交付できるようなことも含めましてしっかりと対応していきたいというふうふに思っておりますのでよろしくお願い申し上げます引き続き続ぜひよろししくお願いしたいいたと思います。 それでは続いて、えー、っと風疹に関するその追加的な対策についてお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、まあ、今回、その風疹に関する追加対策の対象となるのが、39歳からまあ56歳の男性だという形になっておりますけれども、その理由について、まずお伺いしたいんですが、いかがですか。中谷医療衛生推進市長、はいえー、風疹の追加対策についてでございます。 昨年来、首都圏など中心にしまして、風刺の流行を見られましたけれども、感染者のおよそ半数が、この年齢層の,の男性であったという事実がまずございます。 あとこの年齢層につきましては、風刺の定期予防接種、実施はされておりましたけれども、女性のみにされるという形になっておりまして、国立感染症研究所の調査によりますと、この世代の男性の抗体保有率、ほかに比べて比較的少ないというような結果も示されているところでございます。こここのののたため先ほど説明で8割程度というふうふに申しし上げましたこのグループの抗体保有率これを まあ他のグループと同程度の９割程度まで引き上げることをによって、まあ風疹の蔓延防止を図ることとし、えー、従いまして39歳から56歳の男性を対象にえ実施をするということになったわけでございます。以上でございます。平山貴委員、なるほどわかりました。まあそういったその効率的なでワクチン接種のために、まあ抗体検査を行って陰性であったものにまあ予防接種を行うというようなことでございますが。 まあ先ほどもご答弁もいただいたとおり39歳から56歳ということであったら、まあ、なかなか働き盛りのまあ男性というようなこともまあ思うわけでございまして、まあ、仕事を休んで,です、ね、検査を受けるというのはまあ非常にそういったハードルも高いように感じますけれどもそのあたりの対策については何か考えておられるんですか、ね。中谷市長あの 対象となります年齢層の男性人口というのは、あの本市では約17万6000人、膨大な数でございます、えー、このすべてにワクチンを接種するというのが言っていきませんので、まあ、予防接種が必要な方を選別していく必要がございます、えー、風疹にかかった方とか、す、ま、で、あ、に任意で予防接種を受けている方は、もともと対象外になりますけれども、まあ、それ以外の方についても、まず抗体検査を受けていただいて、予防接種がいるかいらないかというところを判断した上で、予防接種をしていただくということになっております。 あのこの抗体検査につきましては、個別に医療機関を受診していただいて、そこで受けていただくということが基本でございますけれども、先生、ご指摘のとおり、会社にお勤めというような方であれば、なかなか休んでまで抗体検査を受けるというのは難しいのかなというふうに考えております。そのために、企業にお勤めの方は、年に一度あります、事業所検診。 それからあの自営業の方につきましては、まあ、国保で実施をしております特定健診、まあ、こういった機会も利用して、抗体検査を実施するということ、まあ、これが国が方針を示しているところでございます。それから、あのまあ、市外のお勤めの方で、まあ、会社の帰りに医療機関に受診し,たしてということも考えておられる方がおられると思うんですけれども、まあ、住所地以外の医療機関でも、抗体検査とか予防接種が、まあ、スムーズに行えるように、えー、全国一 一律のシステム、これをまあ今現在国が制度設計をしているところでございます。以上でございます。山高委員、わかりました。まあ、でもましかしもう本当に必要な方がそういった確実にまあ、抗体検査であったり予防接種、まあこれを本当に受けられるように、まあ、京都市としても、えー、準備やそして周知というのが本当に必要であるというふうに思っております。まあ、そういったこともしっかりと進めていただきたいというふうに思っておるんですけれども。 まあそのあたり踏まえて、今後、どのように進めていかれるお考えなのか、お伺いしたいですが、いかがですか中谷市長。あのまあ、市民新聞やホームページ使っての周知というのは、当然やっていくわけでございますけれども、あの先ほどご答弁申し上げました、国の全国一律のシステムの一環としまして、 この追加的対策の対象者に対しましては受信権を総夫個別に送付することというふうにしております。これによりましてあの個別の周知それからあの予防接種の実施っていうのを円滑に進めていきたいというふうに考えております。あの一方で今回あの の追加的対策の対象者、先ほど申しましたように、市内だけでも17万6千人、全国で1600万人超えるというような大膨大な数でございますのでこの方が一度に、この方々が一度に医療機関に来られるということになりますと、抗体検査もオーバーフローしたりとか、あるいはワクチンの不足とかいうことも生じかねないということでございますので、そのあたり、国の方も段階的に進めるというような方針も打ち出しているところでございます。そうしした国の動向も注視しつつ京都府医師会 はじめとして関係機関とも連携を取りながら周到に準備を進めていきたいというふうに考えているところでございます。あの現時点ではまだあの国の,その全国一律のシステムというものの詳細、しっかりと定まっていないということもございます。これを活用して進めていく本格的な抗体検査、それから予防接種実施というのは、夏ぐらい、早くても8月ぐらいかなというふうに今、見込んでいるところでございます。ただあの例えば今 これか妊活中で,です、ね、妊娠を予定されている女性の配偶者であるとか、あるいは仕事の関係でどうしても子どもさんと触れ合いますよというような方で、必要性が高い方でおられますので、そういう方に関しましては、本格実施までに検査予防接種をしっかりやっていただくような仕組みというのを別途用意,していただく用意したいというふうに考えております。この 2、えー、段階方式で、えー、今後、えー、進めていきたいというふうに考えております、必要な方に確実に予防接種ができるように、できるようにえー、周知、それから周知広報、それから準備、進めていきたいというう考えております、以上でございます、はいえー、それでは次に、黒田委員、どうぞ。おはようございます。よろししくお願いしますえっと まず1点、えー、要望ですあの今、あのー、質疑がされました、風疹予防接種抗体検査ですが、あのーまあ、財源としては、えー、風疹の予防接種については、まあ、地方交付税が充てられると、しかし、えー、まず予防接種を受ける必要があるかどうかの、まあ、抗体があるかどうかの検査、まあ、これがあの大変大事だと思うんですけれども、これについては国は2分の1。 あと2分の1は京都市負担ということですから、やっぱりここについてもしっかり国が本来は全額を措置するべきだというふうに思いますので、この予算の獲得も含めて、要望しておきたいと思います、それから質問ですけれども、障害者自立支援給付費の11億円の減額補正が計上されていますので、これについて伺いたいと思います。 障害者の自立支援給付費には、介護給付、訓練等の給付、それから自立支援医療、補装具、地域生活支援事業等々が市町村の実務ということになっていると思うんですが、先ほどのご説明の中で、今回、介護給付費と訓練等の給付費、これが当初見込みを下回るというふうなことでご説明がありました。 この原因はあ何だったのかこれについてまずご説明お願いします。出口障害保険福祉推進室長はい自立支援給付費のあの減額補正についてでございます。ここ数年ですねあの障害福祉サービスを提供しますまあ事業者の増加もございましてあの利用者の方もですね増加傾向にございます。またあのこの この間です、ね、あの報酬改定等もありまして、給付費の方がですね、あが大きく増加している状況にございます。 またあの、ここ3年ほど続けてです、ね、あの給付費が不足ということで毎年あの、増額の補正をお願いしてきたというような状況もございます、まあ、そういったことであのこの右肩上がりの傾向を踏まえましてです、ねあの、30年度の予算はです、ね、あの積算をしてまいってきたというところでございます、まあ、しかしながらです、ね、30年度あの、就労支援事業所等の,です、ね、あの事業所の伸びがです、ねまあ、一定落ち着いてきたと。 というようなこともございまして、あの給費全体がです、ね、まだあの増加傾向にあるということではございますけれども、伸びが鈍化しております、まあ、結果としましてです、ね、あの見込みを下回るあの実績となりまして、今回、減額構成をお願いするものでございます黒田委員。就労支援等と確かに各地域での 障害者の支援を行われる事業所が増えたというふうに思いますけれどもそれが、えー、近年では少しその伸びが鈍化をしたというふうにご説明がありましたでその要因は何かということで少し気になるんですけれどもあのよく障害者施設で、まあ、あの若い方々などがですね志して、えー、入職されるんですが、まあ、なかなかあの 続かなないいいいとううような声も聞いていますやっぱり背景に、えー、職員の処遇という意味での、まあ、問題があるのではないかと懸念をしますけれどもそういう影響はないのかで、えー、開業と合わせてもう既に京都市が、えー、認可もされて許可を受けて営業を行っていらっしゃるそうした事業所が十分にその機能が果たせているのか。 あの一定の定員数を満たす、まあ、そういうことで、えー、実務ができているのかどうか、このあたりはいかがでしょうか出口市長、はいあの。障害福祉サービスの事業所についてでご対しますあの報酬につきましてです、ね、処遇改善ということにつきましてはです、ね、あの平成24年。 あるいは平成27年、えー、平成29年とですねあのこの間、ですね、あのー、処遇改善の加算の方をですね、あのー、実施をしているところでございます。また、のこの31年度につきましてもですねあの消費税が10月以降ですね あの改定されるということでございましてあの10月以降、経験の長い方を中心としましてですねあの処遇改善を実施するというようなことでございます、またあの京都市としましてもですねあの重度の障害のある方の,ですねあの施設等でのね受け入れをまあ進めるためにですねあの重度障害のある方への,ですねあの補助金をですね京都市独自でもまあ実施しているというような状況でございます。あの まあ、他都市でもですねあの多くの利用者を抱えるような事業者がまと、あ、突,突然ですね事業廃止をするようなというのもまあ報道等もございますけれどもあの京都市におきましてはですねあのそういった状況はですね現時点では起きていないという状況でございますまあ引き続きですねあの京都市としましてもですねあのいろんなですねあのまあ処遇改善であったりですね幕、まあ、に対しましてですねあの まあ経営実態に見合ったですねお補修をですねあの改定していただいてですねまあ事業者並びにまあ自治体の方にもまあ負担がないようなですねまあ事業運営ができるようにまあ国の方にも要望しているところでございます以上でございます黒田委員はいあのまあ処遇改善についてですね今まああの10月の消費税増税実施まあこれにおけるえ税収増を 見込んでこれをまあ処遇改善の費用に充てると、まあ、これはしかし、そもそも今、サービスを受けておられる障害を持たれている方、また、処遇改善の必要性については、広く社会的に認知されていますけれども、実態としてはまだまだ厳しい、働いておられる方々が十分に自分自身の将来設計をこう見据えて、ですね働き続けることができる水準かといえばそうではないと。 いうことですけれども、あのそ,のそういう方々に直接その消費税が増税されるということは、日常生活上に非常に大きな負担を負わせることになりますので、私はこれは大変根本的に問題があるというふうに思います。本来はは国がやはり財源をを措置をして 直接、あのその雇用環境を良くする、そのための措置が必要だという立場に京都市も立っていただきたいというふうに思います。で今、現時点でサービス事業所、そしてサービスの内容、そのものについては、京都市として計画を作ってこられていますけれども、充足しているといえるのかどうか、この点はいかがでしょうか。出口市長 少学サービスの事業所についてございますがあの京都市の訪問員プランの方におきましてもです、ね、あのより重度、ね、の,の方というかです、ね、あのそういった方も含めましてです、ねまあ、サービスのです、ねえー、量的な部分、まあ、質的な部分、まあ、両面においてです、ね、あの充実を図っていくべきということで,です、ね、あのプランの方には掲げさせていただいているところでございます。まあ、特にあの、えーっと グループホームとかです、ねえー、あるいはです、ね、あの生活介護といった居住の部分であったりです、ねあのー、重度の障害者のある方がです、ねあのー、利用する部分についてはです、ねあのー、引き続きです、ねあのー、事業所の,方の増設等をです、ね てしまあこのためあの京都市としましてもですねあのそういった施設の,です、ね、あの開設に当たりましてはですね、えーまあ、国の補助金も活用としましたです、ね、あの京都市も補助金を、えー、あの給付しましてですね 施設の設置促進といった部分でも、まあ、あの進めているところでございますし、いろんな事業者からのお問い合わせ等があった場合にもです、ね、できるだけそういったです、ね、あの不足するニーズの部分についての,です、ねあのまあ、誘導というかです、ね、ご案内等もさせていただいているところでございます。はい、以上でございますこれは はい京都市としてはその掲げたやっぱり計画とそれからその実態として障害を持っておられる方々がえー24時間365日住み慣れた地域で暮らし続けていくあるいは就労していくまあそういうことが十分に充足できて安心社会となっているのかどうか。 そのことは常に検証をしていただいて、推進を図っていただきたいと思います。そういう意味では、今回、扶養額が出ているということですけれども、やはりきちっと当初見立てた計画実施に伴って、必要な予算がきちっと適正に使われるように、さらなる推進を図っていただきたいと思います。それから、障害者自立支援法。 のこうした法律ができた時点でもですねあの障害者が年齢を重ねられて65歳になられますと介護保険の制度を活用するこれが優先ということになってきた中でさまざまな問題が顕在化しましてこの改善を求める大きな運動もありそして京都市においても あの必要に応じて横出し上乗せという形でサービスの充足をま図ってくるまあそういう努力をされてきたと思うんですけれどもしかしあの大きな問題としてその部分については認められましたけれどもまあ財源の措置については障害者施策の総額の中でまああのバランスを取るということになっていますからあのサービスが使われれば使われるほど まあどこかのサービスを消し込むと、まあ、こういう仕組みになっているというのはもう本当にあの重大な問題だと思いますあのぜひあの京都市としてもです、ね、この部分こそあの国の一般財源からしっかりとまあ措置をしてあの制度を推進するということで頑張っていただきたいと思うわけですけれども最後にご答弁いただいて終わりたいと思いますいかがでしょう出口市長 あの障害のある方がですね65歳に到達したとのですねあとのサービスにつきましてはですねまあ国の方がですね、あが介護保険をですね あの利用されるかできる方についてはですね。それを優先するというようなことになっております。まあただ、あの先生おっしゃったようにですね。あの障害福祉サービスでしかないサービスであったり、介護保険だけではあの十分なですね。支援が受けられないといった方につきましては、横出しあるいはですね。あの上、野生のサービスを障害福祉サービスの方で提供をしているということでございます。あの国の財源につきましては、あの障害福祉サービスの支給につきまして。は 基本的には地域生活支援事業とかそういったものの国の予算の範囲の中でいただいているというものではなくあの、えー、義務的な部分ということで基本的には2分の1がえ国で4分の1が都道府県から4分の1が京都市が負担するということになっておりますのでその部分で何かです、ね、あの給付を制限するといったことはございませんのでよろしくお願いします。 員はい、あの必要に応じて給付枠組みを制限することなくあの、運用していただいているということは大変心強く、まあ、当然のことだと思います、しかしその分の財源措置として、やはりあのこの部分については、国の制度の問題でありますから、国にしっかり求めると、まあ、その立場をしっかり取っていただきたいと思いますここのことを求めて終わります。 出口市長、はい、あの国の方にはです、ねあの、ちょっと先ほどの,あの、まあ、答弁の中で言いました、一 <laughs> 点です、ね、追加的に補足させていただきますと、あの介護保険をです、ね、あの利用されている方につきましてはです、ねあの、一定あの給付の,です、ね、あの金額そのものがです、ねあの、国の基準が低いというような。 現状もございますので、まあそういったことも含めまして、国の方にはですね、今後引き続きですね、あのしっかり要望してまいりたいと考えております。以上でございます。はい。ええー、続きましてラディ委員どうぞ。えっと私もあの風疹予防対策につきまして、えっ、ー、と先ほどお話があった以外の点で、あの確認をさせていただきたいという,ふうに思います。まずあの。 今回、対象年齢になっていらっしゃる男性の方へのさまざまな対策になるわけでありますけれども厚生労働省の方ではこの費用については無料化ということなんですけれども予防接種に関する費用それから抗体検査に関する費用両方とも原則無料と、まあ、原則無料という言い方をしていますものですから例えばそのあの例外としてです、ね、考え、まあ 一部お金がいるような場合というのが想定されるとしたらですね、どのような見込みをされていらっしゃるのか、まあ、全く国の方でおっしゃるもう原則無料なので、えー、どういう事態が起こったとしても無料だと言い切れるのかどうかですね、これについてはちょっとレアなケースがあるかもしれませんけれども、今部長の方で想定されているようなケースがあれば、教えていいいたただきたいと思います中谷市長。 あの定期予防接種につきましては、基本的に自治事務ということでございますので、具体的なやり方というのは、市町村の方で決めるということになります。で、あの一般的にはもうすべて定期接種であれば、無料で接種できるというのは基本でございますけれども、あの市町村によっては一部負担を取っているようなところもあるかに聞いております。で今回のこの風のこ追加対策については我々 としては、あの検査も含めて無料で実習していきたいという風うに考えております。あと、あのお子さんの定期接種など。でも、あの本市の協力医療機関。 以外の市外の医療機関で接種を受けた場合は、あの窓口払いをしていただいて、あと償還払いでということで、我々が市内の協力医療機関と契約しているお金を償還払いでお返しをするということになります。あの市外で接種した接種料金が我々の決めております金額より高いということになれば、その部分は一部あの接種をされた方が負担することになりますけれども、今回はあの一律の全国一律のシステムで接種をしていくというふうに国が方針を立てておりますので。 それを使えば基本的には、えー、あの無料で、えー、接種される方の負担なしに進めていけるものというふうに考えておりますす以上でございま委員分かりましたあの、先ほど平山議員の方からもありましたように、あのいわゆるその働き盛りのお父さん方が、男性がですね、いわゆる大阪に行ったり、通勤途中での医療機関を使うということになりますから、自治体を超えますので。 おっしゃったように、広域的なお話にもなるので、国がきちっと責任を持つというご答弁でしたので、これ、安心いたしました。それから次は受信券の件でありますけれども、今回ですね、おっしゃったように3年間無料ということでありますけれども、抗体キット等が不足する可能性もあったらいけないので、まずは19年度はですね、来年度は、 患者数の多いと言われている39歳から46歳の方に受診券を送ると、こういうことでございましたけれども、これについては、京都市はあの対象人数はいかがでしょうか、それからあのさらにですね、えー、受診券が送られ、まあ、19年度は送られない対象外、例えば47歳から56歳の方ですね、その方であったとしても、 厚生労働省はです、ね連絡、市町村に連絡すれば受信券が発行されると、こういうことを言っているわけでありますけれども、今回です、ね、この市民新聞等で当然、広報されたりしていく中で,です、ね、まずは39歳から46歳までの方に受信券が送られるということ、それからさらに心配の方がいらっしゃってです、ね、47から56でもですね、 例えば、奥さんが妊娠されるとか、子どもが生まれるとか、風疹がこれになって、障害の子どもさんが生まれたら大変だとか、ですねいろんなことのリスクがあるものですが、心配される方は当然あると思うんですね。その場合は、市としてはどういう対応をされるのか、この点についてお伺いしたいと思います。中谷市長 昨年の流行時の状況を見ましても、41歳から45歳の層というのが、一番患者数多かったということもございますので、今回、特にその年齢層の方が緊急に必要だろうと。 でまたあの先ほど言いましたように、全国で1600万人を超えるような対象者の数でございますので、その方、すべて一度にということはできません、あの特に必要性の高い方を中心に、段階的に進めていこうということで、今、国の方針としては、先生ご指摘のように、昭和47年のから54年生まれの方について、まず受診券を配っていこうという動きになっております。あの国レベルで言いますと万人 それから京都市内でいきますと、9万3000人ほどになると考えております。であとあの予防接種法の 法令の方関係法令の方ですけれども、すでに2月1日で改正をされておりまして、この年齢層の方で、今回の追加措置の対象になります39歳から56歳までの方で、抗体感の低い方は定期接種の対象となっておりますので、受診券がなくても定期接種として接種を受けられるということになっております。であの ちょっと国が今示している方針の通りにするかしないかというところはちょっと今我々としては検討しているところでございますけれども、仮に国が今お示ししている通り、まあ半分の方だけに受診券を送るという形になったとしても、それ以外の方についてもご希望申し出があれば基本的に定期予防接種として抗体検査あるいは予防接種を受けていただくという形で進めていきたいというふうに考えているところでございます。ガイド委員。 えっとあのまあ、実際にはです、ね、その例えば、この19年度には対象になっているのは47歳から、ね、56歳の方々で今、部長おっしゃったように、まあ、医療機関等で調べてもらったらあのいけますよという体制でございますのでこれは安心したんですがあの市民の皆さんからすればです、ねまあ、予防接種という話がまあなりますのでその前にあのまず抗体検査をです、ね、していただく必要があるわけですけどこの抗体検査で基準以上、基準以下 これが一つの境目になるわけですね。ですから46歳56歳からでも可能ですよという一方でまず抗体検査をしっかり受けてもらって基準値よりも自分が低かったらまあ厳しいし以上だったらひとまず安心と。 こういうことの丁寧な説明をです、ね、これは今後候補、広報媒体通じましてね、お願いをしたいと思います、それから先ほどもございましたように、土日しか動けないとかいう方も当然多いわけでありますけれども、それについては、医療機関、それから医師会、それから憲法組合等ですね、しっかり連携を取っていただいて、 なるべくその抗体検査、あるいは今回の制度のところで、まあ、実施をしていただくためのですねあの体制を、体制作りをですねしっかりお願いをしておきたいというふうに思います。えー、とこの点については、あそれからですねあとあの今回の,この制度につきましてですね えー、特にあのよく最近ではあの大型ショッピングセンターみたいな、ね、ところで大型商業施設のところで抗体、まあ、検査が受けられますよというそういうようなあの啓発イベントをです、ね、やってはどうかとかいろんなことも、まあ、あったりしますしあのちょっと話は違いますけど選挙管理委員会の方ではあの選挙がそこで登用できたりです、ね、いうこともあったりしてますので、まあ、そういう媒体を通じてあのより広くですね 今回の制度周知をお願いいいいししたたととこれは要望しておきたいと思いますからもう1点だけはです、ね、あの被災者の住宅再建の支援事業でございますけれども昨年からあの大変喜んでいただいてまして地元でも何人かの方からご相談いただいてご紹介をして実施をしていただいてますけれどもその中で,です、ね、あの私も感じましたのはあの大体こういう災害になりますと ご自分の損害・災害保険で加入されている方が多い、また多かった、今回のことでより多くなるというようなこともあるんですけれども、それを適用されていらっしゃる、それでその保険で自分のところで自分の壁を直す、屋根を直すということだったんですけど、そうなったときに、市の制度は使えないんじゃないですかと。むしろこちらの方で あの処理してしまっているのでというようなことがあって、いや、そうじゃありませんよと、両方あのただずまいを分をですねあの請求していただいて、OK が出れば大丈夫ですよということを言ってきたんですけれども、これまで,ですねまあ補正予算等でやってまいられて、ほとんどこれ、保険に入っていらっしゃる方とまあ併用というか自、自分の保険と、そういう数値とかデータというのは分からないんでしょう、かね 安倍部長、あのもと先生ご指摘あった通りあの今回の制度について保険適用の有無について直接関係してないということもございますので、あの申請書類等の中にですね保険が入っているか入ってないかとかについても記載もございませんので、基本的には私どもの中で保険の適用者なんか適用じゃないのかということはちょっと把握できてない状況にございます。内藤委員、今後ですねまたこれあの災害が起こったらいかんことなんですけど、あの揃うときにはですねまあ今回教訓にしていただいて。 あの、いろいろお媒体の時に説明資料の中にですね。明記していただいて、まあ、しっかり、あの、この制度活用ができますように。よろしくお願いしたいと思います。以上です。はい。えー、続きまして、山口委員、どうぞ。えー、私からも、あの、風疹対策の推進について、お尋ねをいたします。えー、先ほども、あの、前の委員からもあったんですけれども。まあ、あの、えー、現在の風疹の発生状況等を踏まえということで。 まあ、あの全国一律で,です、ね、あの抗体検査、また予防接種の定期接種かということがなされるということなんですけれども、現在、まあ、この実施、えー、に至るこ,のどうですかことになった、その現在の風疹の発生状況う全国的にどんな感じになっているのか、また京都においてはどういうふうな状況になっているのかというのを、まず、えー、お答えいただけないでしょうか。 どなたか答弁されます。中谷市長。はい、えっと風疹の発生状況でございますけれども、えー、国内につきましては、えー、平成29年度が93件でございます。で30年度が2917。 で三十一年度二月十日までで四百四十七というふうになっております。市内の発生件数でございますけれども、二十九年度はゼロ件、三十年度は十四件、三十一年度は同じく二月十日までで二件というふうになっているところでございます。山井氏、あのまああとこの今ちょうどこの時期、あのまたインフルエンザとか風邪が非常にまあ蔓延しているというような状況ですけれども、この風疹というのは そういうこう例えばインフルエンザであればうがいと手洗いをしっかりしなさいとかいうのがあるんですけれどもそういう,こう予防で防ぎようのあるようなこう病気なのかこれはもうどうですかそういうことではない病気なのかその辺はどんな病気なのかを教えていただけますか。中谷市長 あの風疹は飛沫感染ということでございますので、まあ、インフルエンザと同じように、うがいとか手洗いとかいうことで、一定、予防ができるというものでございます、あと、まあ、あの確実な予防方法として、やはりワクチンを接種していただいて、抗体、免疫をつけていただくということが一番の予防というふうに考えております山井員、はい。それからあとこの、えー、と予防接種の方と、抗体検査の、この今回のまあ予算でございますけれども、 この内訳はどうなっているのかですね何にこう使われるのか当然そのメインはその予防接種であり抗体検査だと思うんですけれどももう少し詳しい中身を教えていただけますか中谷市長。 基本的には、風疹の予防接種、抗体検査、これを医療機関に委託をして、実施をしてまいりますので、そのための委託料というのがメインでございます、それ以外には、広報周知のための印刷物ですとか、事務経費を計上しているところでございます山員それが大体具体的にどれぐらいなのか、ちょっと細かくお尋ねして恐縮ですけれども、教えていただけますか。 それとあの検査とか接種の,その見込み数ですね、これ、この予算でどれだけ実施できるのかについてお尋ねをいたします。中谷市長 まず風疹予防接種の方で7300万ほど今回予算をお願いしておるわけでございますけどこれが平成30年度と31年度分ということで接種の委託料としましては約7200万円ほどがこの風疹予防接種の委託料でございます残りの200万円ほどが印刷物等周知広報に必要な経費。 事務費というふうふに考えておりますそれから、風疹抗体検査のほうは、今回2億7600万円余りの補正予算をお願いしているところでございますけれども、抗体検査の委託料30年度分、31年度分、合わせまして2億4300万ほどを検査の委託料として計上しております。残り 3200万ほどございますけれども、それが印刷物、あるいは事務経費というふうに考えているところでございます、以上でございます山岸あそれで今申し上げました、えー、とこれでどれだけ、どう,うですか、えー、抗体検査なり、えー、予防接種ができるのかということですけど、中谷市長、失礼いたしました、不審の,の予防接種につきましては、平成30年度分として521人分。 それから三十一年度分として、六千二百二十八人分を計上しております。それから抗体検査につきましては、三十年度につきましては、二千八百九十五人分。三十一年度分につきましては、三万四千六百八八人分でございます。山岸。わかりました。あの対象者見込み数、あ、見込み者数。ここが、あの、どうですか、受けられる数と。見込んでおられる数ということですね。わかりました。 それからです、ね、あとこの協力医療機関っていうのはです、ね、市内でこれ、どれだけあるのか、もうほとんどの医療機関でもやれると考えていいのか、その辺はどうなってるんでしょうか中谷市長あの今現在、えー、と風疹の予防接種、にでやってる部分がございますけれども、それで、えー、実施をしていただいてますが、867件。 の医療機関ございます市内、一部市がございますけれども、867の医療機関で受診していただいておりますので、基本的にはこの医療機関、そのままこの追加的対策の協力医療機関になっていただきたいというふうに考えております、さらにあの今あ、なっていただいてないるところもありますので、しっかりと要請をいたしまして、増やしていきたいというふうに考えているところでございます。 それれからあとあとのこれ無料で実施するということで先ほど国からですね全国一律で受診券を送付するというお話でございましたけれどもこの受診券というのは抗体検査の受診券ということなのかその予防接種の受診券も一緒に配られることになるのかまず段階としてはあの抗体検査を受けてもらうというのがまず大事だとこれがまあ言うたら対象者にですね全部行き渡るということが大事なので。まああの それをまず配って、それから個別にあの陰性の方については予防接種という、そういうふうな段階を踏まれると思うんですけれども、えー、その辺ちょっとはっきりわからなかったので、教えていただけますか。中谷市長あのまた詳細のの方はあ,の明確あのか 決定しているわけではございませんけれども、今の国の方針としましてはあの、抗体検査とそれから予防接種の受診券、一緒に、まあ、あのまとめて送るという形になっております山岸、はい、それからあと、まあえー、国が全国一律でこれをやっていくということですけれども、具体的に実施するのは市町村でされるということですが。 あの国とそれからあの京都市のこう役割、何を国でやり、ややそしてえ京都市では何をするのかという、このあたりのまあ概要について、まだいろいろ固まってないところもあると思うんですけれども、お尋ねをいたします。中谷市長あの国の方としましまてはそのお ま,あまず定期予防接種にしていくということ、法,法令等の改正によって定期予防接種としての扱いをするということ、それからあのこの追加的対策を進めていく上で、先ほど申しました、例えば受診券を配る、それを使って、受診をして、定期検診なり予防接種なりを受診していただく、それについての請求について、スムーズに医療機関から請求をして支払いができるようにというような、全国一つのシステムを作っていくというところが、 大きなな国の役割かなという,ふうに思っております我々の方は個別の対象者というものについてしっかりとお知らせをしていくこの受診券の対象者のピックアップでありますとかそれから具体的な送付というのは我々の仕事でありますのでそういった形でお知らせをして実施をしていく各医療機関等にお願いをしたりいうことが我々の仕事かなというふうに考えています。 考えていいるところでございます山口議員それとあのこの風疹の予防接種の定期接種かということは今これ次元措置で、えー、その対象者を限ってです、ねえー、予防接種の対策を <coughs> 打っていかれようとしてるんですけれども、まあ、それが終わった後もこれはもう定期接種ということであればそ,の、えー、こうそういう抗体のない方は。あの 抗体ができるようにということで、この予防接種というのを無料で受けられるような、今後なっていくという,そう、そういう意味で受け取っていいんですか、これはもう受験的なものなのか、それはどうなってるんですか。中谷市長。あの今回はあのただいい、まままののの風疹の流行を踏まえまして、特に抗体化の低い 抗体保有率の低い年齢層について、追加的に措置を、予防接種を行うことで、全体としての抗体の保有率を高めていこうというものでございます。先ほどご説明いたしましたけれども、この追加的措置の対象になっている年齢層につきましては、抗体保有率80%程度でございます。風疹のその予防まん延防止のためにはだい,たい抗体体保有率全体としてて以上投げていく必要がある というふうに言われております。えっと他の年齢層あるいは性別年齢層でいきますと、大体たい90パーセント。 を超えるぐらいのあ保護対応率でございますのでまそこまで引き上げようというところです。この3年間でその次元的措置でこれをやっていこうという形になりますあとはその予防接種できなかった方あるいはしたけれども免疫がつかなかった方というのがおられますのでそういう方につきましてはあのフォローとしましてはご自分で抗体検査をしてそして予防接種をしていただく任意接種という方法で 対応していいいただくとととううことになろうかと思います今現在も例えばその妊娠を控えられた女性につきましてはあの無料で検査を受けたりとかそれから一部補助ですけれども任意接種については、えーまあ、あの一定の補助を出して、廉価な予防接種の費用で接種ができるという,う仕組みもございますので、まあ、そういったものを活用していただく形になるかなと思っております。山口あの あと,ちょっとこれはあのよく分かっていないので恐縮なんですけれどもあのこういう予防接種はあのどううですか別になんか他のものをこう注射した後これも合わせてやったりとかねそういうことで何かあの体が異変起こったりとかそういうようなあのことはあるのかどうなのか。ですねその,辺のことも 注意してあの接種をしていただかないとまずいということもあるん違うかなと思うんですがその辺りは何か注意点ってあるんでしょうか。中谷市長 あの一般的にはその免疫をつけるためのものですので、あのそれがつきにくいような状態になるときっていうのがあのは接種をしない例えば体調が悪くて風邪をひいているとかいうことであればあの接種を控えてください別の時期にずらしてやってくださいというような形になるかなと思います。あとまああの他にもお子さんでしたら複数の予防接種を受けられますけれどもあの一定の間隔を空けて受けなければいけないというものもありますので、それは実際に予防接種をしていただくときに個別の 大内さんにご相談をいただいたらというふうに考えております。はい。えー、続きまして山本陽子委員どうぞ。はい。よろしくお願いします。えー、私は、えー、繰り越名義寄附補正で挙げられてます、えー、救護施設整備助成に関わって質問させていただきたいと思います。 まあ月、昨年の12月に着工予定であったのがまあ地元調整等に時間を要したためということで、繰り越しの補正がされていますけれども、施設のまあ性質などからして、近隣住民の皆さんのまあ理解や協力なしにはあ,あり得ませんので、引き続きまあ誠実な対応をお願いしたいと思います。ただ、この救護施設、京都市においてはまあ初めて新設をするということで、 その施設の性質などについて認識が食い違っているという報道もされていますけれども救護施設というのはですね京都市の資料で出されていました28年の資料で出されていましたけれども身体上または精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者であると。 より重度な障害を抱える方への対応が必要な施設ということです。 で一方、緊急一時宿泊施設といいますと、えー、そのホームレスの方たちが一時宿泊を経て、まあ、自立支援のアセスメントを受けながら、地域移行し、自立して就労へ向かうということが、まあ、第一義的な目的であると思うんですけれども、まあ、この施設の入所対象者、こうやって見てみますと、まあ、あまりに違うということで、まあ、性質が異なる施設を併設するっていうことのまあ意味。 関連性といいますか、その必要性というのはあるんでしょうか西久保生活福祉部長。 はい、あの救護施設の関係でございます。あのまあ、救護施設と、まあ、今回えー、伏見区の方に整備をさせていただきます。えー、救護施設につきましては、あの緊急一時保護を併設をさせていただくという形で、あの計上をさせていただいてございます。あのまあ、緊急一時保護施設の方にですね、まあ。入所される方につきましては、まあ、あのー、在宅でなかなか生活ができてな,ない方。 いいう方が多くございますのであの、まあ、救護施設にその後ですねあの入られる方っていうのもあのかなりの数がいらっしゃるということではですねあの、まあ、同じ救護施設とその緊急一時保護施設のまあ職員さんが、えー、同じような形で、えー、アセスメントをされてで、まあ、そのままあの救護施設のに入られるということになればあのまあ支援の継続性があの保たれるのかなということでは一定のメリットが あろうかなというふうに思っております。山本予稿委員、はい。あのではですね、あの緊急一時宿泊を経てその後どのような経過になるのか、あの居宅移行やまあ施設入所、路上生活にまた戻っていかれるなどその割合というものはわかるでしょうか。西宿場部長。 ちょっとあの正確にあの把握はできておりませんけれどもあの施設入所に行かれる方というのは約2割程度あのいらっしゃるよかというふうに思っております山本陽子委員、はいはいえー、ま施設が入所な方がまあ緊急一時宿泊所に行く方のまあ2割程度だと。 まあいうことを考えればあの初めにおっしゃったような、まあ、救護施設に入所されるというようなことが想定される方は、まあ、だいぶ少ないという印象を受けます、まあ、なのになぜ、まあ、あの併設が必要かということは、まあ、再度問われなければならないとで本来緊急一時宿泊の,あの大半が地域移行をしたり、まあ、あの地域で生活をして自立をしていくということであれば、まあ、そういった方たちへの まあ迅速な支援が可能であるのはやはりまあ今の,あの京都駅周辺まあそういう市内中心部であることの方がまあ支援の性質上適切だと言えると思うんですね。えー 先ほど言われた施設入所が想定される方というのは確かにそういうことが想定されればあ,のあらかじめその施設の近いところへ行っていただいてということは、まあ、想定もされますけれども、まあ、こういったあの事情がどのように選別されていくのかということが分かりにくいんですけどね。 えー、この一時宿泊はその、えー、恥ずかしだけではなくてその今の京都駅周辺にも残すと言っておられますのでこの振り分けっていうのがどうやってされるのかっていうことがね分かりにくいんですけどどのようにするんでしょうか。西久保部長 はい、あの緊急一時宿泊事業につきましては、まあ、現在、京都駅周辺で、まあ、民間のホテルを借りて,てです、ね、あの実施をさせていただいてございますあのあくまでもまあ民間の施設でございますのであの現状、今後です、ね、どういう形でお借りできるのかというのは不安定なところもやはりございますのでそういう意味で言いますと、まあ、社会福祉法人の方でです、ね、あの緊急一時保護施設を やっていただ、くといううメリットはあろうかと思っておりますただ拠点駅周辺については、やはりもホームレスの方も多いということで、えー、全く我々としてもです、ね、緊急宿泊施設を、えー、京都駅周辺の部分をなくしてしまおうということはもう考えてございませんので、一定数、拠点駅周辺の方でも確保できる限りさせていただいて、事業の継続をしていきたいというふうに思っているところでございます。山本委員、はい はい、あの今のホテルでいつまで利用させていただけるかわからないというお話ですけれども、では、あの公設の中央保護所というものの、まあ、整備ということも考えられるのではないか、まあ、公設を維持をして、その場所に適した支援をしていくということも考えられるのではないかというふうに思いますし。 あのこのホームレス支援というその支援の性質上適切なあのこの施設の設置になっていくのかということがね一番私議論されなくてはならないと思うんですね。 今回提案されています救護施設の定員が60人それに対して一時宿泊が40人いますで今言われたように、えっと、施設入所が想定されるのが2割程度ということでしたら少ないにもかかわらず、えー、その。 本来、協定駅周辺でいろんなアセスメントを受けていろんなことをして、居宅移行していく準備をされるべき方がその40人という定員が恥ずかしに行ったがために向こうに行かざるを得ないというようなことにもなるんでしょうか。西木和部長、はいあのまあ、緊急一時保護施設につきまして あの場所確かにその協定駅周辺っていうのはホームレスの方も多いですしえまあ利用があのきあの比較的早くできるという部分はあ,あろうかと思いますけれども本来あの入所のまあ必要性の高い方は で言いますのはあの場所の問題ではあの基本的にはないのかなというふうには思ってございますし、えー、まあただあのそうい、あのそういったことはまあ別にですねやはりまあ近いという部分ではあの京都駅周辺にあの一定数を残した形でですね、えー、まあ京都駅周辺の緊急一時保護施設またあの伏見区の方の緊急一時保護施設、えー、我々としてはあの効率的に使っていきたいというふうに考えているところでございます。山本 では入所の必要性が高い方に、まあいあのえー、そちらの方に行っていただくということでしたらあその、えー、京都駅にのどの残す定員が、ね、やっぱり問われてくるわけで,で初めにその恥ずかしの方に40人ということを、まあ、言っているんですけども施設入所が2割だということから逆算していけばね えそしたら京都駅は何十人残すんだという話になってきましてこの40人というのがあその入所が前程度される方を想定さした数というには多すぎるというふうに思うんですねの京都駅に置く定員というのはどれほど想定されてるんでしょうか西久保部長。 はい、あの伏見区の方の緊急一時保護施設40人、まあ、この方、皆さんが救護の,の方に移られるというふうにはわれわれとしても考えてはございませんし、えーまあ、京都駅周辺の緊急一時保護施設につきまして、現段階ではです、ねあのまあ、どれだけの数を残すというのはあの決めているところではございませんが、今後、あの十分に検討していき,きたいというふうに思っております。はい、山本 今でもです、ね、80人、中央保護所とその宿泊所の定員合わせて80人です、どれぐらい残すかというのは、ね、その緊急一時宿泊の支援をどれだけ重点的にできるかということにも関わってくるわけでこの緊急一時宿泊施設に来られる方の短所ですね、どういうことを経由してここに来られるのか。 というのがですね本人が直接来る場合が多いんだということを自立支援センターの方にもお聞きしたんです、ね、もうほとんどが本人が直接その宿泊施設に来て支援ができているということをお聞きしましたそういう今の支援の中身からすれば今、この京都駅周辺にあるからこそ皆さんも周知されてて行きやすい。 だから利用もしていただけるでも恥ずかしにあるということになれば本人が直接行くということがかなり障害がね距離的にもその手段としても障害があるわけなんですよねあの支援の性質として、まあ、緊急一時宿泊施設の定員をその恥ずかしにこれだけ置くことが本当に適切なのかということは私再度検討されるべきだと思うんですけどどうでしょうか西川部長 緊急一時保護施設あるいは救護施設の定員といいますのもかなり社会的な状況によって影響を受ける部分かなというふうに思っておりますの現状緊急一時保護施設京都駅の場合ですと昨年度以前については定員数60名でございますけども1日平均60名近く稼働されている状況ですが今年度入ってその稼働数についても若干落ちてきているということもございます。 ますので、えーまあ、今後、拠点金残すその緊急一時保護施設の定員については十分、その辺も加,あの検討しながら加えながら検討していきたいという,うに思っております山本横、はい、のその方向性はこれまでも示されてきているんですけれども先ほどお話ししましたように、えー、緊急一時宿泊に来られる方の中で施設入所がほぼ2割だと。でそれ以外 まあ居宅移行や、さらにはまあ生活まあ保護を経てえっていう、それ以外の人たちはその施設入所じゃなくて暮らしてはる支援をしているわけですよ。ほとんどの方がまあそうであるにもかかわらず、恥ずかしの方に40人ということになれば、その支援にそぐわない。 その定員の配置になってしまうということはまあ重ねてまあ言いたいと思いますしまた救護施設に入所が想定される方は向こうへいただくということだったらまずそういう判断をはじめにされるということですよねそういう判断をはじめにしておいてえ行くということであれば初めは京都駅の周辺で来られた方がそこでまずはそのアセスメントをしてえその恥ずかしの方に行っていただくと。 いうことをするわけですからなんか2段階になななっているんじゃないかなとほほ本来であればその第1段階の京都駅周辺でそこで判断をしてるんだから同じことなんじゃないかなというふうに思うんですね。あの今あの行っておられる自立支援センターの、まあ、支援というものの意義というか、まあ、その、まあ、評価はどうでしょうか。あの そのホームレスの方が、居宅移行して、自立に向けて、かなり成果を上げられているということを期しているんですが、京都市の評価としてはどうでしょうか。西久保部長えと評価でございますけれども、あの積極的にその自立の支援をしていただいているということで、あの就労されている方も非常に多くなっておりますし、我々としても非常に評価をしているところでございます。 はい、そのそでは、その自立支援センターの方は恥ずかしに行って自立,自立支援をすることになるんでしょうか西部長あの自立支援センターは自立支援センターで今現状のままでございますしあのあのそれは変わりございませんあの今の、えー、と京都駅周辺で確保しております緊急一時保護施設については一定数。えーまあ あの縮小する必要があろうかなと思っておりますけれども、5つ支援センターは特に変更ございません。山本医員。はい。まあその中でその宿泊施設の専門の相談員の方がおられるんですよね。えー、そういった方たちの支援がこれまでも評価がされるのであれば、まあ、その定員を減らしていくということは、そのまあ本来求められる支援のあの数がね、ボスが少なくなっていくわけなんです。 まあその適切な支援をされるべき場所に定員がないということはその京都市がひいてはその京都市が自ら支援が必要な枠をね狭めていっているということになるわけでそのあの初めも言われたようにまあ救護施設に入所を想定される方とそうでない方という振り分けをするというのであればまあ本来、ホームレスの方が一時宿泊を経てまあ自立に向けてアセスメントをしていくと。 いう本来、大多数の,その支援というものをしっかり京都駅に残すべきだと思いますし、まあ、それはまあ中央保護署、まだあるんですから、まあ、そこの改修でも対応できるんじゃないかなというふうに考えます。はい石川部長 はいあの緊急一時保護施設について、ですね緊迫について、ですね入所を決定する場合に、ですね必ずしもあのまあ、救護の方に移られる方だけをです、ね、あの伏見区のほうに、えー、入所をしていただくわけでは決してございません。ただまあ、あのー 行ってです、ね、その救護施設の方に入られるのが望ましいかなと思われる方については、まあ、あのそちらに行かれる方が望ましいのかなというふうに思いますけれどもあくまでもそこの段階で選別をするということではございませんので、えー、あの伏見区の緊急一時保護施設でもきちっとしたアセスメントをした上でですね、まあ、行き先についてあの検討するということでございます。 山本医療顧問もう最後にします。も、えー、そのアセスメントが適切にできるようなまあ施設の設置引き続きまあ現場の方声を聞いて検討し直していただきたいと思います。以上です。はい。続きまして稲尾委員どうぞ。今あの山本委員の方からですね。 あの私もまずその今の救護の話から入りたいと思うんですが、山本委員はのそれ一次宿泊の立場というか、そちらの観点からの議論が主だったと思うんですが、私はあの角度を変えてです、ね、その救護施設という入所施設そのものにとっての立地ということについても考えてみたいというか、そういう角度からの議論も可能じゃないかと思うわけです。例えば あの老人ホームなんかの場合だったらですねまあどちらかといえば入っておられるとところが9号の場合はデイサービスを兼ねたりですねえまあ老人ホーム、ずいぶん最近はあの様子も変わってきたのでまあ共通だと思うんだけどもいずれにしてもあのデイサービスを兼ねたりあるいは入所施設に入っていらっしゃった方が地域へ居宅を確保して復帰されるとあるいは施設の職員が あ居宅を確保して施設の近隣にお住まいになった人にアフターフォロー、アフターケアの訪問活動をするとおいろんな地域とのつながりというものがあ、まあ、老人であれ障害であれいろんな入所施設であっても深くなっているとそういう意味では昔、ですね山奥に施設があったりという時代とはずいぶん変わってきているというふうに思うわけです。 で今もお話がありましたように支援するメンバーであったり福祉事務所の職員さんケースワーカーであったりが常時訪問したりですねいうことであってたくさん機会が多くなってくると思うんですその時に今の場所でいいかどうかとその一時宿泊施設の角度からじゃなくてそれと同時に入所施設としての立地位置という面から見た時に 今の場所を予定されているところでどうかと、このあたりの周辺の状況との関係でいかがなんでしょうか。石川部長。はい、あの伏見区の方の、えー、救護施設候補地で、予定地でございますけれども。あの、まあ。もともとですね、あの、うちの方で、ええ、公募をさせていただいた。 形で社会福祉法人の港なの方がですねすでにお持ちの土地を救護施設に使いたいということで公募されてきたということでございますのであの我々の方が、えー、まずその土地を選んだということではございません。であのその え港領さんの方が確保された土地についてはですね一定我々としてもあの交通の利便性が極めて悪いわけではございませんしえ最寄りの阪急の駅までは約20分ほど徒歩でかかりますけれどもその辺は法人の方がシャトルバス等を使いながら。 えー、送迎ができるような形を検討されるということでございますので、えー、その立地についても特段あの休護施設を建てれないということではないのかなという判断をさせていただいたところでございます。井上委員、だから私はあのシャトルバスシャトルバスがね本当にですよ一人,一人一人一人ここのケースワーカーであったり支援員の方であったり家族であったりですねまあ、いろんな方が訪問されるたんびにね、えー、たとえ一人であってもその都度その都度 長岡京やら JR の駅やら阪急の西向こうなどからね一人でやっても必ず派遣してもらえるのかと車回してもらえるのかとそこのところの保証がどうかっていうことをまず聞きたいのとそれと私は先ほど支援の方ケースワークの方のアクセスと同時に対象者の方自身の周辺での生活環境を確立するデイに通う職員さんのアフターフォローをどうする。 こういうことも含めた立地ということも聞いたんですが、それはもうバスだけでは賄えな,ないと思うんですよ、そのあたり、いかかがでしょうか石窪部長。 はいあのー、まあ救護施設でございますのでえっ、ー、とまあ対象対象の方がまあ生活困窮されててまあ日常生活を一人では暮らせないという方が対象になってまいりますのであのー、まあ現的に外出をされる方がそんなに多くはないというふうに考えているところがございますまたあのー、実際にまあ就労等で、えー、ボレリーレディキまで出られるあるいはその皆さんで集団で買い物に行かれるそういったことの場合にはあのきちっとした形でですねあの送迎の方を 行っていいくという形た法人の方を今現在おっっしゃっておられます。であの、まあえー、と救護施設の中で,です、ね、今後その例えばその通称ですとか、まあ、居宅を確保するためにフォローをしていくとかそういったことも考えられるということでございますけれどもそれにつきましてもです、ね、あの現状あの、まあ、法人の方としての希望はあろうかと思いますが。 え具体的にえこういう形でやっていくというようなことは何も決まっておりませんのでその辺についても今後の,あのお話という形になっていくのかどう員ちょっと僕は今のご答弁で、ね、一番最初に言われたこの施設の在り方ですね、まあ、入所のされた方が、ね、もうあんまり外へ出られないみたいな意味のことをおっしゃったということについてはちょっとこ,のこれからの時代の施設の在り方 あと,いうことについて、ね、ちょっと大いに疑義があるというか、まあ、議論のあるところじゃないかと、こんなふうに改めて思います。あのー、公募のです、ね、時期がいつだったかということをもう一度、復習的にお聞きしたいのと、それから法人が土地を取得されたのはいつだったかと、このことも併せて、えー、時期についてご紹介願いたいんですが。西川部長 われわれの方の救護施設の公募につきましては30年の3月という形になってございますまたあの湊漁さんの方が土地を所得されましたのがそれから1年半前ということでございますので28年の9月頃に土地の方を所得されたというふうに伺っております井上じゃあその28年9月ですか あのどういうつもりでというか、意図でというか、目的というか、将来への思いがあって、法人さんは土地を取得されたんでしょうか。西川部長 はい、あの法人さんの方から聞いておりますこところによりますと、まあ、救護施設の整備に使っていきたいということで、土地の方を購入されたということでございます。ただし、あの救護施設自体の、まあ、公募がされておりませんので、えー、法人としては、今後、救護施設の整備ができない場合でも、えー、特別養護老人ホーム等の用途として活用ができるであろうというふうにお考えになられて、まあ、当該と用地について購入されたというふうにお伺いをしております。 ちょっと僕はなんかこの先見の命がありすぎるというかねあの救護の整備のためにということも目的の中に念頭に置いた上で28年の9月に飼われたというのはねちょっとその先読みしすぎられたというかまさにその読みが当たったというかねあのそれ以後でしょ京都市が公募されたのは1年半経ってからの話なんでしょ。 おーまあ、逆に言えばね、僕はあの、まあ、どういう,う京都市が9号を公募しないという可能性だって、もちろんその時考えとられたと思うんですよ。だとすれば、まあ、あの老人ホームにするか、どういう施設にしようかっていうね、いろんなまあ多面的な土地の活用ということは複数の複合的に考えていらっしゃったと思うんだけども、逆に言えば、あ僕は、まあ、あこの前、去年の決算委員会でしたですか。 あのまあ遠慮がちに言うたというのは法人さんがせっかくまあ土地をね公募後に買われたと思った境に買われた土地を別の用途に充てるのはちょっと気の毒やなと思ったからまあちょっと遠慮しとったっていうか質問を自粛しとったんだけどもそういう経過を改めて聞くとね別に法人さんに何の遠慮もせずにはね京都市は京都市で独自に今後の計画を粛々と進められたんでいいんであってそれ以前はるか以前に買われた土地であったらその活用については法人さんが。 あ今回の救護の公募に充てるということ以外の目的も含めて、ねあのー、活用しなったらいいことであって、あのー、京都市は本来のベストな位置でですね改めて、えー、場所の選定をし直すべきだと僕は改めて思うんだけどもこの辺りいかがなんでしょうか、経過について。石川部長。 はいあのー、京都市といたしましては、えー、ホームレスの支援施設のまあ今後の方針ということで、民設民営で、えー、救護施設の整備を進めていくということで、えー、打ち出しをさせていただいてございますので、まああのー、京都市これが独自で,ですね、これからあの土地を探して京都市が整備をしていくということは考えてございません。いい 現在の保護所は今後どういう活用を考えていらっしゃるか、この点についてはいかがでしょうか西川部長えと。中央保護所の今後についてでございますけれども、あのまあ、中央保護所、併設の施設でございますので、あの老人のデーとか、えー、下業の老人福祉センターとか。 まあ併設がされている施設でございますのであのその辺のことも考えながら今後、中央保護署についてどうしていくかというのは今後、検討していきたいというふうに思っており井上だから僕は今の,あの機能をねあのもっと引き続くあるいは拡充する。 まあ物理的な面積的な問題はあろうかと思うんだけども今の役割を別に損なうことなくや、ね、むしろ発展させる方向で今後、中央保護所も積極的に生かしていくと今年の資源として、うんえー、いうことだって大,大いなる選択肢としてね僕は考えるべきだと改めて思います。あの元々やっっっぱりりホームレス支援であったりこのの生活保護っていうのは あのやっぱりまあ僕に言わせと最後の砦りでですから、同じ社会保障、社会福祉の分野の中でもね一番やっぱり公的な役割と責任が担保されて、確保されて守られてこそという気は僕はしとるわけです。あのもう一度ね僕はその指定管理者に任す、まして、えー、民間移管するという方針を一から考え直して撤回してですね 公の責任で公設公営で施設運営も図っていくという原点に、ね、それは僕は立ち戻るべきだと思うんだけどもここのところ最後にご答弁いただいてこの項については終わりたいと思いますが。石川部長 えーと現在の中央保護所につきましては、あの建物自,自体が老朽化をしてきておりますし、えー、ま入所者につきましてもですね、まあ、高齢化するなどかなりその課題が複合的な部分がございますので、我々としてはえま支援があの手厚くできる救護施設を今後整備をしていきて、えー、中央保護所自体については廃止をさせていただこうというふうに考えているところでございます。以上でございます。委員。 老朽化なんて何の理由にもならないですよ、市役所だって、美術館だって、中央市場だって、みんな戦えてんねやからね。あのー、と、僕は改めて思います、まあ、時間の関係で次いきますけど、あの国民健康保険について移ります、えー、安定化基金からの貸し付けということなんだけども、この今後の返済の原資っていうのはどこから捻出されるのか、ですねこの点についていかがでしょうか。西久保部長 はい、あの今年度も補正の部分で、えー、国民京都府の国民健康保険、えー、財政安定化基金からの借り入れをさせていただくということでございますけれどもあのこの基金については、えー、基本的に無利子で、えー、返済自体を32年度翌々年度から、えー、3年間をかけて 返済をさせていただくというようなあの基金になってございます。これまああの三十年度の都道府県単位化によって、えー、市町村の保険料が不足した場合にこの基金を使えるという形になっているものでございますので、えー、まあお借りした部分については三年間で基本的にはまあ保険料の方から調償、えー、するという形になろうかというふうに考えております。委員。 だからその,その時のね、その,とまあ、その時というかそ、その時点での保険者にと被保険者にとってみたら、ねえー、なんで借りた責任が自分にあるわけでもないのになんでわしの保険料で返さなといかねのやと、こういう疑問が生まれて当然だと思うんだけども、このあたり、どんなふうに考えればいいんでしょう。石川部長 はい、あのこのまあ、えー、収入不足にかかる分につきまして、まあ、今年度からそういう形でスキームが決まった形でございます。けれども、まあ、仮にあのこの制度がな,いなく、内容であればまあ、それはあの翌年度の予算からのまあ繰り上げ需要という形しかございませんので、そういう意味で言います。と、あのまあ来年度予算を持ってくるという意味。では、ご負担の方は？ 現状よりは来年度という部分で変わってまいりますので、そこはその制度自体が変わったというご理解をいただいたというふうに思っておりますいや、そもそもね、この収入減の見込み違いの要因、あるいはその責任というか、これについてはどんなふうに振り返っていらっしゃるかと、非保険者数の見込みの予算上の見込みとですね、決算を打った場合の、 実際の被保険者数とは、ここのところずっとたまたまその年だけじゃなくて、ですね何年間続けて食い違ってるっていう傾向が続いてるんじゃないかと、どういう分析をされてこられてきてるのかね、こんなのだって、やっぱり予定より収入が減ってしまっていると。 ままあまあ言葉悪く言えば同じことの繰り返しがちょっとこの続いてきて続いてきてきるっていうねそこんところの京都市の見込み上のお見積もり上の責任というかあこのあたりどんなふうに振り返ってらっしゃるんでしょうか西久保部長えとここの被保険者数の減でございますけれども。あのーまあ 一番影響を与えてておおりりまますす。のののが、用者保険の適用の拡大だという,ふうに思っておりますここについてはなかなか数字が正確にまだまだ読み取れてない部分がございましたので当初予算と現状と比べてですね、大幅に被保険者数の方が減ってしまったと数自体は後期高齢者に移ったりとかそういったことが大きいんですけれども影響を予算に与えている部分については被用者保険の適用拡大が非常に大きかったというふうに思っております。 まあ僕はね、あのー、そこのところの付けを将来の被保険者にね、か、え、ぶ、ー、せるっていうのはどう考えたって筋が通らんと、まあ僕,はまあ、僕は今も被保険者やから、まあ、そうなんだけど、あの今は被保険者じゃないけどね、えー、3年後に被保険者という立場になったとしたらね、えー、なんでわしがそんな過去のお京都市に責任があるところの要因をかぶ、ね、らんといかんねやと。 それは考えたら当たり前だと思うんですよ、あのー、そこでね、その基金への,この返済、あるいは基金からの貸付ではなくて、その交付を受けるという方法について、京都府と談判する余地がないのかどうか、このあたりについてはいかがでしょうか。石川部長 はいあのー、この基金のまあ要綱の中でもです、ね、あの先生おっしゃいますように、えー、交付っていうことがあの明記はされておりますが、まあ、その交付につきましては、まあ、災害等の特別な事情がまあ発生して、まあ、保険料があの徴収できなかった場合という形で、まあ、限定的なあの部分でございますので、えー、とまあ我々の方のこの歳入不足についてはまあ保険料がえ見込みと違ってまああの収入ができなかったということでございますのでこれについては、まあ まあ、基金からの借り貸し付借り入れという形になろうかというふうに思っております。井上あの、京都府の条例ではねあの。地域経済に影響を及ぼす企業の倒産。えー、地域の主要な生産物の物価の低下。など。その他。 えー、今、さっきおっしゃった災害ですね、えー、これら以外に、えー、知事が認める事情とお、こういうこともちゃんと項目が謳われてます、ここの、まあ、部分を活用できないかどうかっていうのが、まあ、僕が談判できない余地がないかどうかっていうことの根拠なんだけども、じゃあ、その知事が認める事情っていうのは、どういうことを京都府の条例としては想定されておられるんでしょうか。西久保部長 すいません、知事が認めるその他の事情につきまして、あの我々の方は正確に把握をしておりません。稲尾あのまあ企業の倒産ということはさっき紹介もしました。えー、その場合ですね、この非保険者数が増えて給付費が増えるからと、まあこういう想定なのかもしれないけれどもね。逆に言うたら、元気な労働者失業者があまあ。 失業されて大変まあ申し訳ない言い方なんだけども国保に加入してこられて保険料はいただくけれども給付の方はまあ元気な分だけそんなに使われるわけじゃないというふうにまあ仮にですよ想定するとすればまあこれは失業者の方にこういうものの言い方は大変失礼なんだけども仮にそういう想定をするとすればねあのー そのまあ企業倒産の裏読みとしてです、ね、あるいはその逆,逆,逆の解釈として、えー、今回のこの特別の事情に当たるんじゃないかと、そこのところを知事があ,あなたが認めてもらえたらいかがですかというところの折衝をね、する余地は僕はあろうかと思うんです、うーちょっとぜひね、ここは京都府と話を頑張ってもらいたいと思うんだけど、いかがでしょうか。西川部長 はい、あの事務的にあの京都府とは十分話をさせていただいておりますが、まあ、あくまでもお今回のケースについては京都府からの基金のを使ってのを、まあ、借り入れて活かしていただくということになってございますあのさっきねその社会保険への加入の枠が拡大されたとこれは、まあ、僕はいいことやと思います。 うーより短時間であっても社会保険加入の道が開かれたとこういうことでね、えー、僕はあのー、肯定的に受け止めてるけれども、まあ、そのことによって被保険者数が減ったことによって収入が減ったということを冒頭おっしゃれたわけだけれども、あのー、だとすればその逆で、まあ、さっきも言いましたけども保険料収入が あ増えるけれども、実際はまあ給付を受けられる方が少ないと、若い元気な方がね、失業者であればね、そういうことが言えると、だから僕はやっぱり、この倒産の逆読みで、ですね反対解釈で、知事がぜひ認めてもらいたいと、ここのところをぜひね、頑張ってもらわんと、後々の非保険者に申し訳ないということを改めて思います。最後になりますが 生活保護の過不足調整についてなんですが、えー、国と京都市と連名で、えー、薬局の方に対してです、ねえー、ジェネリック使用原則化にご協力をお願いという文書が出てたかと思うんですが、これはあのー、僕の経験だけで言えばですね、お医者さんは、 あのこういう種類の薬を処方してねっていうんじゃなくてお薬の固有名詞で処方箋に書かれて、えー、僕らはそれを薬局へ持っていくということだと思うんであの薬局の方にうんうんというよりも医師そのものが医師の独自の判断に基づいて 称されるということではないかと思うわけで,です、ね、ちょっと薬局の方にあれこれあれこれっていうのはちょっと僕は筋が違うっていうふうに思ったりするんだけどもこのあたりちょっと経過なり考え方についてご紹介願いたいと思うんですが。西久保部長 はい、あの生活保護受給者に対するジェネリックの使用のご協力でございますけれどもあの先生今おっしゃっていただきました処方箋具体的に固有の薬剤についてですね指定がある場合については基本的にまあその指定通りの薬を処方いただくという形になろうかと思っておりますけれどもあの固,有の固有の名刺というかあの薬剤ではない場合にはですねあの い全員の方を使っていただきたいということで、まあ、薬局も含めてですね、ぐらいの方からもご依頼をさせていただいているということでございます。井上委員。ちょっと僕はその行政のね、あり方としてね。そのご協力のお願いとかね、原則としてとかね。こういうことを、こういう、まあ、中途半端な表現が飛び交っている文書を、文書だけでね。あの、渡して、物事が済むという考え方そのものがね。本当に必要だと思うんだったらですよ、薬局の方集めて。 あ,のあるいはドクターにちゃんとその方針が徹底するような事務長クラスなんかも集まっていただいて、ね、これからこういうふうに法改正がされたからこういうふうに今後、京都市としては考えてるんだけども皆さん、現場ではいかがでしょうかっていうねあの現場の声も聞きながら議論して討論して、えー、より良い行政を進めていくっていうのが僕は本当やと思うんですよ仮にそうだったとしてもですよ。 おまあまあ、あちょっとそんなんでね、この文章については疑問があるので、ちょっと質問させていただきました、最後になりますが、あのー、老人医療の一部負担金の引き上げとかです、ね、介護保険料の値上げとかね、そういうことがあ生活保護費に与える影響についてはいかがなんでしょうかどなたか答弁されますか西久保部長えと、老人医療費の一部負担の引き上げ。 とかが生活保護にどういった影響を与えるか,ですかあの医療費自体は医療不足でございますので生活保護にその医療費の自己負担があの変わったからといって影響はないかと思っております介護,あの介護保険料自体をあの生活保護の方であの、えー、といただいておりますのでそこはその影響というのは特に直接的な影響というのはないかなというふうに思っております。み いやもう時間がないからあのもう終わりますけども僕はあの単にジェネリックの問題医療の問題だけじゃなくてですねあの生活保護費が増える増えるってだからなんとかせんといかんってしょっちゅうあなたたち言われるんだけどももっと多面的な、ね、角度から要素から議論する必要があるんじゃないかなとあるいはまあ端的にまあ分かりやすい例で言えば年金がもっと改善されれば、ね、あの保護費減ることだってある,あるわけでしょ。 だからそういうことをもっと社会保障全体の中でトータルに考えないとねあの保護費だけを独立して単独で取り上げて、えー、費用が要件かかってるからどうやこうやということだけの議論では,僕は不十分じゃないかなとい,いうことを言いたいわけですけれどもそのあたりだけ最後総括的にちょっと答弁いただいて最後にしたいいと思います西保部長。あのまあ 一人一人の方に対する多面的な配慮といいますか、検討というのは必要だと思いますけれども、生活保護費自体はまあ国の方の制度であって、一定基準額と決められてまいりますので、市としてその部分をどうこうしようということはできませんので、ご理解いただきたいなというふうに思っています。井委員一番分かりやすい例として、年金の例を上げたんですよ。ほんなもっと、ね、年金を引き上げて国にもっとアクションを起こしたらどうですかっていうことで例えば言うたら、そういうことでしょ まあまあもう時間ないから終わります、はいえー、次に森会議員どうぞ、はいまあ、あの先般の常任委員会であの一般質問で私、あの救護施設の件ですね、あのまあ井上先生と同じような角度からあの論じさせていただいたんですが、いくつかお伺いし、でまあ、今回、補正予算、まあ、あのこれ、繰り越し免許の補正ということで、これ、上がってるんですが。 あのこれあの,もうこの1億3000万のまあ予算をまあ今後も,もう確保をしっかりしていて、粛々とこの,まああの繰り越し理由に書かれていますが、地元調整等に時間を要するということで、この,あの書かれ方も私どうかなと、調整が粛々ともう進めばですねもうあの建設に向かっていくというようなことを念頭にあの置いておられて、この繰り越し免許の火の補正をされているのか、いかがでしょうか。石川部長、うん はいあの救護施設の整備につきましては30年度、31年度、2か年ということで、まあ、予算の後継上をさせていただいております、まあ、現状あの、今年度については、えー、着工自体を見合させていただいておりますけれども引き続き、えー、地元調整をしっかりとさせていただいた上えー、着工していきたいというふうに考えているところでございますり会員あの皆さんが考えておられます地元調整のポイントについてお伺いしたいんですがあの回数を重ねればもうそれでいいのか。 あの僕はそうであってはならないと思いますしあの中身の説明、まあ、住民さんが望んでおられる、まあ、私もあの説明会あの参加させていただいた、まあ、協議会ですか先般の,あの協議会に参加させていただいたんですがそのやみの込みに反対されているわけではないと改めて思いましたで非常にあの私もあの疑問に思うことをあの住民の皆さんがあの質問をされてあの要するに、えー、まああの今日の今の先ほどの答弁の中にもありましたが 十分、その土地の選定をですね京都市が行わないで行わないうちにその民間業者が、まあ、ある種たまたま持っている土地だからそこをまあ選びあの結果的にそうなりましたというあの答弁だと思うんですがあのはっきりしているのはあのあの先日の委員会でもそうなんですが京都市が土地を選んでいないと私は言うことだと思うんですねしかもあの、比較優位の中で検討,に検討を重ねた中でですね まあ,あ,のあそこの土地になったということであれば一定住民さんはあそうなのですかという方もいらっしゃると思うんですが土地を検討していない中でこれあの粛々と進められるということにあのどれだけこれ住民説明会を重ね,重ねてもですね私、本当にあの住民さんが理解をされるのかというふうにも思いますしあの先日申し上げましたがこれは井上先生と同じなんですが救護施設に入られる方にとって本当にあのそこから逆算して土地を選んでいない以上ですね これを進める通りがどこにあるのかなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。石川部長。はい、あの今回のも救護施設の整備につきましては。 我々としては公募をさせていただく中でですね、えー、民設民営でございますので土地の方の確保も手を挙げていただく法事さんの方でしっかりとしていただいてその上で、えー、選定をさせていただくという形であのさせていただいておりますのであの京都市として土地を選んでいないっていうのはもうあの当然そうなってま まい、えー、りますし、まあ、今後、ですねその法人さんの方を選定をさせていただいた中で,です、ね、でわれわれとしてもしっかり法人さんと一緒に、希望者の必要性ですとか、あの、ま、土地の所得の経過ですとか、えー、ご十分にこう住民の方に納得いただけるように、しっかりとお説明をしていきたいというふうに思っております森川委員土地を選んでいないということ。 であととと内容ですねあの民,設民営ということあの私はあの民設民営というのは十分に民間の,あの方がノウハウを蓄積されていればです、ね、かつ実績されていればその民設民営でされるということについてはあの、まあ、もちろんそうであってもあの他にもやり方がありますから公設民営というやり方もありますし完全にまあ公,が公の部門が担うというやり方もありますからあのそれはあの十分あのもちろん えー、民,設民営何が何でも私はあの否定するものではないとところが入り口がそこでその次のステップで土地があるということでは私は違うと思うんですあの救護施設に入られる方にとってみればですねその、えー、土地というのは決して土地をしっかりと検討していくということは私はの必要やと思ってるんですね今回手を挙げられた方があ一つの業者さんであればなお,なおですね その業者さんがお持ちの,その土地がまあそこしかないということであればですねそのまあ今回は応募されたのが1社ですけど見送りましょうとかあるいは京都市がその応募された民間の業者さんに対してですねこの土地ではできませんかという場面だって私はありえたと思うんですが私あの土地というのは非常にあの経営形態と同様あるいはそれ以上にですね土地の適格の性というか適切性というのは性というのは あの慎重であって、しかるべきだと思うんですが、その辺は大丈夫なんでしょうか、あの先日の委員会で私は申し上げましたが、まあ、交通の利便性という話もありますが、あの騒音だってあるということで申し上げたんですが、あのこれはあの厚労省の通達にもあります、やはりあの厚労省の,あの通達を見,見ればです、ね、やはりあの土地についてしっかりあの慎重に検討すべきあの内容だというふうに思うんですが、いかがでしょうか。西久保部長 はいあの繰り返しにはなりますが、まあ、あの当該候補地については、まあ、民設民営によるもので。 えございますし、まあ土地の確保自体もですね、民間事業者の裁量に基づいてあの行われたということでございます。当該土地の当該土地の購入についても、お港都の方がですね、まああの事業運営が成り立つために、まあ土地の面積あるいは土地価格、さらにはまあ利便交通の利便性とまあ総合的にまあ勘案をされた上でですね、あのー、事業者の裁量によっても決められたということでございますので、あのー、そこに我々のまあ関与っていうのは基本的にできます。 しえー、公募いただいて候補地というふうにあげ,げていただいた中でですね我々としてはその交通の利便性あるいはその先生がおっしゃってもらいましたまあ、あの騒音とか、えー、振動とか、まあ、そういった部分についても一定、えー、建物の工夫であの回避できるということもございますし、まあ、基本的にはそのあのあ市街化区域内であればですねあの 特に制限をできるものではございませんのでそこはご理解いただきたいなと思っておりますいやその法律上その制限が、ね、できないというのは当然あの建築基準法であるとかという意味でそのおっしゃったと思うんですがそういうことを言っているのではなくて救護施設が理想,、まあ、理想的なといいますか本来あるべき救護施設 のまあ、あるいはあの本市が進めるあの自立支援ですねこれはもう私はもう大事だと思いますからその中で民設民営ということをやっていきたいということもよくわかるんですところがその土地の,あのそれと同等以上にですね私は土地の適切性もあるんだろうということをあの言ってますであの今おっしゃったのは非常にあの僕はあの少し無理があるなと思うんですが土地の,あの選んでいくのももう業者さんの裁量ということであればですねこれあの井上先生がむしろおっしゃったように 公でやっぱり関与していかなあかんのじゃないですかというふうなことに私は非常によく分かるご意見だと思うんですね。じゃあもう土地の選択はもう業者さんですと。でじゃあ,あの公募されたときにですねこの土地の議論というのは審査項目にはなかったわけですか。あの京都市がこの土地ですかああ OK ですあるいはあの騒音がありますねじゃあ防音対策してくださいというねやりとりが当然あったと思うんですが。 あのまあ、公募ですね、これの、平成30年3月ということなんですが、公募時のこの,あの業者さんの計画、あるいは提案内容というのはです、ね、ぜひあの資料で要求したいと思うんですが、いかがでしょうか西久保部長、はい、あの公募時の提案内容につきましてですね、えー、不都合がない部分できちっと出させていただきたいというふうに思っております。森川委員 はいあのー、非常に私、少しまあ感銘を受けたのがです、ね、本当にあのテレビ報道が残念だなということで、テレビ報道ではです、ね、まあ、あ,のある種、また住民がこう騒いでるというような伝えられ方の向きも私はありましたんで、非常に、あのーまあ、あの向こう市、当然、あのー、振って湧いたような話になってしまってです、ね、あの施設ができるということで、あのいろんな部分の,あのご意見をお持ちの住民さんがいらっしゃるということを。 だとは思うんですが非常にあの協議会私参加させていただいて思ったのがまあ私があの心配あのここで質問をさせていただいている以上のことですねあのある意味はある意味においては住民さんからの,あの心配ということとあの住民さんから見てもですね救護される方にとってあの土地がいいんだろうかというような質問もありましたし内容はどうですかということもありましたからやっぱり今後説明をされるということについてはですね中身はこうですよと。 だからあの土地を選んだんですということが十分にご理解いただけないままにですねいくらこれ住民説明を重ねても私はこれは前にあの進めるべきではないと思いますし決してガス抜きにあのしてはならないと思いますんでまああので私、今求めました資料もあの拝見させていただいてまああのこれ、中止ということになってますから今後も私はあの私なりにあの議論をさせていただきたいと思うんですがやはりあの土地をですね もうあ,のあそこであの業者さんが持っているのがあそこですからというのはもう非常に私はあの無理があると思いますからやっぱりあの物事には体安であったり二次的なものであったり何よりあの救護されるまあ緊急一時宿泊施設の機能もありますから私はあの必要な施設だと思っています必要な施設だと思っていますからなおのことですねここにこだわることなくやっぱり体安であるとか二次的な策ということをですねやっぱり構築していただく必要が あ,のあると思いますでそれと、ですねあのこれあの、確認です、あの先ほどあのご答弁があったと思うんですが、まあ、京都駅周辺にホームレスの方がたくさんいらっしゃるというのはもう間違いないということの中で、今後も緊急一時保護事業、あるいはそれにかかる借り上げ施設については、これはもう縮小しないということで、まああのまあ、変な言い方ですが、需要に応じてしっかり供給もしていくというようなあのことなのか、いかがでしょうか。石川部長 あの需要に応じてきちっとした形で供給をしていきたいというふうには考えてございますけれども、伏見区の方に緊急一時保護施設40名を考えてございますので、一定、今現在、ホテル借り上げで60名と、地方の方で20名という80については、一定数縮小をしていく方向を考えております。委員 ただそれが、もうあのいや、例えば、標的周辺にいらっしゃる方に、いや、伏見ができたんで、そって言ってくださいなという対応を取るということではないですね。川部長。標的周辺にも残していくというふうに思っておりますので、えー、今、先生おっしゃったような形では決してございません。森川委員はい、あのー まあ、いろんな事情があると思うんですけど、まあ、私あの、京都駅周辺で炊き出しを、ね、されているボランティアさんに混じってやった経験もあって、あのまあ、何が何でもそこに合わせていく、どこまでその公の機関があの税金を使ってとっていうことはあるんですが、やはりあのしっかりあの、まあ、あの借り上げというようなやり方でやってあるあのおられるのであればです、ね、そういう形であっても、まあ、手を差し伸べる、でそこからまあ自立。 支援をしていくと、そこはもう評価しているとさっきあのおっしゃってましたんで、私はもう非常に大事だと思います。ただ、まあ、あのあの大事なのはもう伏見に行ってですね。伏見からあの後はもう民間さんに自立支援という枠組みを作ったんで、あっち行ってください。というようなやり方はですね。やっぱり私はあのま場所の的確性という。あのことについては、今後も私議論したいんで。 あのまあ、強敵の部分もしっかりあの対応できるということでお願いをしたいと思いますあと少し時間があるんですがあの今回あの社会関係費用といいますか社会関係福祉費用の中で、まあ、あのこの増減があるということで見込みよりも違うということの中で増減があるんですがあのこれあの もうあの補正でまあ1年の見込みというのはそれほどこう予測できないもんだから荒ああっぽい言い方ですがこ,れこの程度のあるいは生活保護についてもですねあるいはこの障害者の自立支援給付費の減額補正についてもこれいずれも,もうあのこれだけの規模のものはまああの読みはできないんですということなのかいやそうではなくてあの今後の傾向をよく表しているのか例えばあのえ国民健康保険であればですねこうなあのやはりもうどんどん高齢化という以外に まあ景気が良くなった分、その社会保険にこうどんどん入,入ってしまってこ、国民健康保険、非保険者が減っていくということなのか、であるいはあの障害者自立支援給付についてはです、ね、これ、私、地元でいろいろと聞くんですけど、施設が使いづらい、生かせても自立に全然つながっていない。 でもうむしろその施設に通うともう症状が悪化するということをお聞きすることがあってですね、そういった影響によるものなのか、あのいかがでしょうか、単年度のこれは傾向なのか、いかがでしょうか、石倉部長。あの多分事業ごとにいろいろな自由あの理由があるかと思います。あの えと特にその国民健康保険のお話でしたらあのどうしてもその被用,用者保険の適用拡大という影響がずっと続いてございまして、まあ、その影響が一定収まるまではこんな傾向が続くかなというふうに思っておりますまたあの生活保護でございますけれどもあのこちらの方の扶助費の増額の部分についてもですねあの、まあ、高齢者世帯の増加ということが、えー、と近年ずっと生活保護では続いてございましてほの,の,の世帯については 出てたりもすするんですけどどうしても高齢者世帯自体が伸びていっていると、えー、伸びていくことによってあの医療不足もやっぱり伸びていくというのが最近の,あの傾向でございます、まあ、今後あの、まあ、医療不足自体は伸びていくのかなというふうに思っているところでございます、はい、出口市長 し,お願いします障害福祉サービスについての自立支援給付でございます、あの補正額につきましては、全体の3.4%の減額ということでございます、あの理由につきましては、の答弁をです、ね、先ほどさせていただいたとおりですけれども、ここ数年です、ね、増加傾向があるという状況で,です、ね、それを踏まえてです、ね、あの あの一定ですね確保をしたところでございますけれども一定あのこれまで事業所の伸びが大きく伸びてきたものがまあちょっと鈍化してきているというような状況でございます。あのまあかなりサービス種別も多くてですね あの制度改正とかですね報酬改定もですねあのずっと続いておりますので、この辺をですを正確に見込むことがなかなか難しい状況もございまして、ああこういったことになっておりますけれども、できるだけ今後、国の動向も踏まえて、より正確に見積もりさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いします、はい。森川議員 今ご答,弁ご答弁いただいたものでありますとか、あの利用者の増減なんかこうわかる状況がわかるような資料があればですね、ぜひまあまあ個人資料でもいいんですか、委員会資料でもどちらでもいいんですが、いただければと思います。あのあのなていうんですか、利用者は伸びるけれども、私は言いました、心配していますのは。 あのその利用するけれども、もう利用してももうあの行きたくないとかっていうようなことで、こういうことになっているのかということはあのまあ知りたかったので、資料をまああの求めてえおきたいと思いますが、いかがでしょうか、はい、今の件は個人し、小林枝淵市長、施設の利用者の状況についてはです、ね、資料として提出させていただきます。はい その件につきましての資料は提出できるということなので、委員会資料としての提出を求めることに異議ございませんか。はい異議なしと認めますので、提出を求めることにいたします。それと、先ほどですけれども、森下委員から要求がありました、企業施設に関わる公募時の提案資料も、理事は提出できるということを聞いたので、これも委員会資料としての提出を求めることにご異議ございませんか。 ご異議ありませんので提出を求めることといたします、えー、以上で、えー、質疑を通行させたいの発言を終了いたしましたこれで保健福祉局の審査を終わります理事者ご苦労様でございました、えー、次の子どもは駒の博物局に対する審査は13時から始めますのでよろしくお願いいたします何時休憩いたします